どうも、健三です。今回はですね、夏なんで、夏といってももう9月入ってしまってるんですけれども、もうまだまだ暑いんでね、まだまだ夏は終わってないということで、怖い話をね、ちょっとね、しようと思います。今年1本もしなかったんでね、去年は結構僕も4本ぐらいしてるんですよ。で、コメントでもね、怖い話待ってますってコメントもね、たまにあるんで、コアなね、視聴者の方に向けてね、ちょっと怖い話をね、しようと思ってます。まあ、この怖い話言っても全部植木の仕事をね、植木やりながらそれに関係する、話です。では始めていきます。これがね、この話が、15年ぐらい前でしたの話だと思うんですよ。ちょっと思い出しなんですけれども、15年ぐらい前のね、ちょうどね、夏ですね。はい。夏、15年前の夏ってね、もう全然今ほどね、暑くなかった記憶がありますね。ただ、妙にね、セミの鳴き声がね、うるさかったなーっていうね、記憶がありますね。まあ、普通に、いつものようにね、仕事、剪定の仕事してたら、家の奥さんがね、植木屋さんで、あそこの道曲がった角の家あるでしょう、そこね、すごい高齢なおばあさんがね、もう一人暮らししてるよ、言って。で、まあまあ昔はなんやかんやね、やってはったんやけども、やっぱどうもね、体がしんどそうで動かんということで、お庭がね、もう大変なことになってるみたいで、で、ちょっと見に行ってあげてくれんかな、みたいな。で、まあ、もちろんただとは言わずにね、まあ、見積もりして、で、まあ、金額が合えば、ちょっとお世話してあげてくれへん、みたいな、庭の、みたいな。あ、わかりました。じゃあ、ここの仕事終わって帰り寄りますね、ってお願いしますね、って感じで。ほんで、そこの仕事無事終わって、あ、先生、帰りちょっと見積もりして帰ろうと思って、で、そこ寄ったんですよ。で、まあ家の中入ってね、その人と喋る前にさっきも庭見とこうと思って、ある程度ね、庭の感じつかんといた方が話早いなと思って庭見たら、果物多いですよ。果樹ですね。柚子とか、すだちとか、ザクロとか、ビワとかね、金柑とか、そんなんばっかり植わってて、でもあと草がボーボーって感じですね。わあ、これ大変やなと思いながらも、まあまあ、これぐらいでいけるかな、みたいな。だいたいこう、目処立ててね。じゃあ入る。ピンポン押そうと思って、ピンポーンって押して。じゃあね、中からね、開いてますよー、みたいな、開いてますよー、みたいな、こう、むっつしわがれ声のね、声が聞こえてきたんですよ、中からね。で、あ、開いてるんやと思って。で、入ろうと思って。まあ、昔の話やからね、もうこう、ひっからがらか、こう、ドアかね、忘れたんですけど、あ、どうもお邪魔します、ってバッて入った瞬間にね、びっくりしましたね。いきなりびっくりしたんですけど、なんでびっくりしたかって言ったら、もうほんと高齢のね、90過ぎてるようなおばあさんが、玄関のもう、かまちに座ってたんですよね。まあ、僕が来るっていうことを聞いてたんでしょうね。で、ものすごい高齢で、もうボテッとその玄関開けた瞬間も、もうかまちにドーンと座ってるんですよね。ふわってね、一瞬もう圧倒されたんですけど。で、もっと驚いたのがね、一瞬何かわからんかったんですよ。見慣れてないんでね。よう見たら、服着てないですよ。嘘やろ思って。何も着てないんでね、もうお乳も掘り出してるんですけれども、もう高齢なんでね、もう万願寺唐辛子みたいだったんですよね。万願寺唐辛子。万願寺じゃないかみたいな、これちょっとこれ、まあ冷静に喋るのきついな思いながらも、ちょっとね、ああ、ちょっと先に庭見てきましたよみたいな感じで、ちょっともう本当どもりながら、なんとか冷静を保ってね、うんっていう感じやったと思いますね、今思えばね。で、状況をね、まあ、パッと分かりやすく今現代で言うたら「ドラゴンボール」っていうね、漫画があったんですけども、それでね、最長老っていう、なんかね、ナメック星の最長老とクリリンがこう対話してるようなね、もうまさにあんな感じですわ。結構大きめの、もうものすごい高齢な全裸のおばあさんと、
僕がこう相対してるみたいなね。ほんで、なんかね、独特の匂いがするんですよ、家の中、充満してるんですよ。なんやこの匂いと思ったら、天花粉の匂いですね。天花粉。まあ、裸やったからよく匂うたんか。なんかね、天花粉の匂いがね、もう充満してるんですよ、家の中にね。うわ、なんやこの、もう異様な雰囲気でね、もう全裸と俺と天花粉、生きて帰れるんかな思って、その時思いましたね。ほんでね、股のとこにね、全裸って言うても、足の付け根ですね、おばあさんのね、股のとこに、タールが一枚引っかかってるんですよ。だから、そのタールは、あそこを隠すために置いてるんじゃなくて、なんかね、たまたま落ちてそこにパタッと、引っかかったようなね、すごいね、頼んない感じで引っかかってるって感じなんですよ。だから決して隠してるわけじゃないような感じやったんですけども、もう空前の灯火ですね。もう頼むからそれちょっとスルッと落ちんといてくれみたいな。っていうなんかね、記憶があって、もうそれ落ちてもらったらね、もう、万願寺唐辛子とこのアワビのオイスターソース和えですかみたいになってまうんで、頼むからそれだけはみたいな感じの記憶がね、思い出したらね、出てきて、わ、怖、もう反社やな思って、怖いな、もう早帰ろう思って。ほんで、今も覚えてるんですけれども、その話のね、合間にちょいちょい、兄ちゃん、若いから恥ずかしいんやけどな、みたいなことを挟むんですよ。まあ、もう恥ずかしかったら、もうちょっと頼むから服着てくれやと思うんですけど、なんか、そんなワードをね、ちょいちょい掘り込んでくるんですよ。で、まあ、なんやかんやして、もう怖いしね、もう反社やしね、もう早帰ろう思って。で、こうこうこうって言ったら、ああ、どうやったらちょっとお願いしようかな、わ、お願いしようかな、言われて、うわ、これ、決まっても、仕事決まってもうた、また来なあかんわ、思って、思ったんですけど、まあ、とりあえず、わかりました、と言って、その日はね、帰ったんですよ。で、次、何日か後ですかね、あ、また行かなあかんわ、って、和製エマニエール夫人に会いに行かなあかん、みたいな。うわ、和製エマニエールに会いに行かなあかんなと思いながら、ちょっと憂鬱なね、気持ちを引きずってね、仕事に行ったんですよね。で、会うたらね、これがね、幸いなことに服着てたんですよ。あ、よかった、服着てくれてるわ、思って。で、まだその服がどこで売ってるんですか、みたいなね。T シャツ、まあ、シャツ1枚なんですけど、めっちゃでかいシャツ、1枚着てるだけです。うん、下頭履いてないでしょうね。でかい、なんかね、シャツ1枚着てるだけっていう、なんか、そんな服どこに売ってるんですか？それは天神橋筋商店街の婦人服売り場にしか売ってないでしょ、みたいなね。でかいシャツ1枚着てて、あ、まだよかったわ、と思いながら仕事してたら、兄ちゃん、昼家上がって、言うて、何出すから、言うて、あ、僕弁当持ってきてから、来てるからいいですよ、で、あ、もう何や、もう汁もんでも作るから、みたいなね、もう恒例やのにね、言うてくれて、でも、まあ、せっかく言うてくれてるんでね、明日やったら、弁当を家の中で食べますんで、まあ、その味噌汁とかだけいただきます、みたいな感じで、席移動して、言うて言われて、ああ、こう家の中で飯食わなあかんのか、思いながら、まあ、で、何かで昼なって、で、飯食うもで弁当持ってね、家の中に、あ、だからお昼休みさせていただきます、じゃあちょっと上がらせてもらいますね、で、なんか湯気ばばー出てね、な料理してるんですよ。やっぱ昔の方ですね。やっぱこう、なんか職人さん来たらなんか出さなあかんみたいなね。そういう習わしがあったんでしょうかね。で、僕もリビングみたいなとこ、リビングっていうかまあ古い家なんでね。なんかまあ一応椅子でしたね。テーブルがあって、椅子があって、なんかいろんなもんガチャ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 置いてるとこで、もう自分の弁当を広げて、で、まあお茶も持っていてたんで、食べようと思ったらね、味噌汁かなんかば出してくれてるんですよ。で、まだなんか作ってるんですよね。で、こっち弁当あるしね、あ、もうそんな食べられないんですけれども、まあそんな言うのもせっかく失礼なんでね、あ、もう出してもらったものはね、美味しくいただこうと思って、で、味噌汁出してもらってね。ではね、小鉢がね、何品か出てきたんですよ。小鉢がね。ああ、いろいろ出してくれてありがたい。まあ、ぬくい、出来たてのもんなんでいいかなと思ってね、パッと見たらね、万願寺唐辛子だったんですよ。嘘やろって思って。
こっちもこっちも万願寺やみたいな、うわ万願寺じゃないかみたいな、びっくりして、でなんやかんや食べてねしてたらね、あのおばあさんがね、兄ちゃん兄ちゃんって言うんですよ。えタイって言ったら、おばあさんがね一言僕に言うたんですよ。兄ちゃん万願寺好きやろって。Yeah.